そしたら、第4章の、例題4.1の、ですね、ルート A を求めるプログラムをちょっと、実行してみましょう。それで、まあ、2.0、それから X を A にしなさいと。で、4は、i イコール1から i が5までの i の、プラスプラスの、これのですね、y というのはイコール、x、足す a 割る x 割ることの2ですか。で、ここで結果を、まあ、y と書いてですね、それで、x に y を代入しなさいと。で、これを繰り返しなさいというわけですね。で、こうやると、まあ、想定通りこんなふうにこう出てきた、わけです。それで、こっちの方に、まあ、表がありますけれども、まあ、表と、一致しているということを、まあ、確かめてください。それでですね、例えばこれ、i と y を同時に印刷したいときには、例えば、i イコールパーセント a、それで y イコールパーセント a で開業と、こうやってですね、で、i と y とやりますね。そうすると、こんな風に出てきますが、開業をちょっと間違えましたね。こうですか。で、これで始めてやると、こういう風に i の値と y の値がこう順番に出てきます。それからですね、まあ、ここにある、表の値と比べるには、 ixy とこうやってですね、で、始めてやると、まあ、ここにこう出ているのが、表に対応する値で、これなんか違うぞと思うかもしれませんが、これ1回実行した前の y が残ってるので、ここは0じゃないんですね。で、まあ、2回目がこうなって、3回目がこうなって、で、まあ、表と比べて、プログラムのデバッグとかがこうできるわけです。それでですね、これはもう保存しないので、こっちにしましょう。それで次に、エクザンプルの4.2という、こっち行きましょう。で、これは長いんで、あらかじめこう打ち込んであります。で、これ全化式で、サイン、コサインを使わずに円を描くという例題ですけれども、これ、始めてやると、あれ、なんか変ですね。どうしてこうなってるんだろう。で、ここを見るとですね、ここが違うんですね。こういうのを、まあ、すぐ見て分かるときもありますが、分からないときには、やっぱり表を作っておいて、プリントして調べるというのは非常に大事ですね。違うな。これは C で C2 で、ここが C。C1S1、C2S2、ここが C3 ですね。こうすればいいのか。で、これで保存して始めてやると、まあ、こんなふうに、円を描いてくれるわけです。で、今、まあ、こうすんなりこう出てしまいましたが、例えば、こうやっておいてですね、例えばこの辺に、プリント、C1、C2、S1、S1、S2 とか、まあ、こう書いといてですね、で、こう実行やするとですね、この辺に値が出てきますが、あれ、C1、C2 の値が全然変化してないじゃないかというんで、まあ、こう間違いに気づいたりするわけです。で、こういう、ここの4章では、変数を表で作っておくということをテキストの方でいっぱい強調してますけれども、まあ、このプログラムで見るように、こういうふうにやることによって、まあ、こう間違いの検出というのが割と簡単にできると。これまだ変ですね。ここは C2 で、C3、こうですか。で、こうやると、今度は値もこう正しい値になって、こう出てくると。だから、まあ、サインとコサインの値をデバルで、計算して比較するとか、まあ、いろんな方法があると思います。だから、例えばですね、これと同時に、例えば C1 と、デバルの、コサインの、t かける e ですかね。
これをまあやるわけですね。でこれ始めてやるとこう出てですね、まあずっとこの辺はこう一致してますね。でこの辺からなんか変にずれてきて、あら、なんかおかしいですね。あ、そうか、 t×e というのが変ですね。単に t でいいんですね、ここは。でこれで、実行ってやると、この辺大体一致してますが、この辺から微妙にずれ始めますね。という感じで、まあ、本当にこれコサインの値出してるのかなってチェックしていって、もっとこういいプログラムにしていくのは、まあ、大事、いい練習問題になります。そしたら次ですね、5章の発展編に行きましょう。それでですね、まず、一つこう、なかなか数学的に便利な機能というのは、手筆をきれいに印刷することができると。で、例えばですね、こういうふうにして、1割る、x-1、こうやるわけですね。で、これでこう始めてやると、こんなふうにきれいに分数の形で出してくれます。で例えばですね、ポリ、因数分解はこれで出すとまあいいんですが、5乗引く1、これでちょっと始めて実行してみましょう。するとまあこんなふうにきれいに、印刷したような形でこう出てきます。で、こういうインターフェース使うときには実はですね、ここのインターフェーススタイルでノートブック風っていうのを使うと多分使いやすくてですね、例えばポリ、ファクターの x の、2乗、まあ、3乗引く1で、こうやってですね、コマンドリターンを押す、まあ、始めでもいいですけど、そうするとこんな風に答えが出てきて、でここの中にまた次の入力を入れるわけですね。でニューマットっていうのは例えばマトリックスを入れるやつですが、例えば1割る1割る y、 1割る x の次乗、1割る y の次乗と。で、こうやって、コマンドエンターとやると、こんなふうに行列もこういうふうにきれいな形でこう出してくれます。で、この機能を使うにはですね、例えば dvipng で、手符が、dvipng という、まあ、手符の配布図の一部分ですが、こういう2つのソフトが、入っていないと、うまく、動きません。それからですね、一応ですね、この CFEP のソースコードは公開されていてですね、どこだっけ、これかな、OpenXM っていう、ここのホームページに行くと、ソースコードが公開されてて、例えばこの CVSWeb というやつを見ると、ここの中のですね、SRC の、CFEP って見ると、まあ、この辺はCFEP の、開発の、ソースコードがまあどんどんこんな風に変わってきてますよというのをこう見ることができます。で、実際ソースコードもこのページからダウンロードできて、ここからですね、CFEP かな。こうやると、ここに CFEP X コードプロジュというのがあるので、Mac の上で X コードというのがあれば、実際再コンパイルすることができます。それから、Azure 本体というのは、OpenXM Contrib2 というのに入っているんですが、それを使って、Azure 本体の方を作ります。